フジテレビ系恋愛バラエティ、アイノリに出演し人気を集めたブロガーの桃が10日、自身のブログで離婚したことを発表した。ブロガーのタオタオは、突然の報告すぎてびっくりすると思いますが、約8年の結婚生活を経て、私たち夫婦は離れて生きる選択をしました、と報告。付き合い始めてからは約9年。いろいろあったけど、本当に本当に幸せな9年間でした、と振り返った。そして、私たち夫婦はものすごく仲のいい夫婦でした。仲が良すぎて、男とか女とかそういうものを通り越して、仲の良い兄弟のようになってしまいました。子供がいたらそれでも良かったんです。子供を早く作っていたら良かったのです。タイミングがとっても悪かったのです。気づいた時には、お互いその行為が考えられなくなってしまったのです。とセックスレスを告白。結婚して、あまりに早い時点でそうなってしまって。とっても幸せなんだけど、心のどこかで何かすごく物足りない気持ちが常にありました。結婚初期は、枕を涙で濡らすこともありました。物足りない気持ちを晴らすために、外に遊びに行くこともどんどん増えてしまいました、と打ち明けた。そして、周りがどんどん結婚して、子供ができて行くのを目の当たりにす。うたび、すごく嬉しい反面、すっとどこかで焦りを感じていました、と桃。今は医療も発達してるし、そんなことで別れなくても、って思うかもしれないけど、もちろん私たちも、そう思うし、散々悩んだのですが、話し合いをした結果、この決断になりました、と経緯を説明した。また、最後の夜は、私たちらしく、楽しく過ごそうってことで、よく二人で食べていた思い出の品々を人で一緒に作って食べました。最後の夜は、思い出のアルバムや手紙を読みながら二人で号泣しました。私が記念日の旅に作ってたアルバムやお手紙。本当にかけがえのない大切な思い出たち。彼が大事に取っておいてくれました。最後に一緒に過ごす朝も、何食べたい？っていつものように聞いてきてくれて、最後は、彼の大得意、大好物のカレーを一緒に食べました。と夫婦最後の夜と朝の様子を伝え、最後に撮影した2ショットも公開。最後まで、本当に私にはもったいないくらい良い人でした。9年間一緒に過ごした彼のことは、いつまで経っても大切な人に変わりはありません、と記し、今まで私たち2人を応援してくださった皆様、本当にありがとうございました、と感謝した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。